1791年5月3日、憲法愛国派または愛国党改革派は18世紀末のポーランドリトアニア共和国で開かれた4年政務における政治運動派閥。自由主義改革を推進し、1791年に5月3日憲法を打ち立てた。愛国派の改革主義者たちの狙いは共和国の政治機構を再建し、軍事力を強め、 ロシア帝国など近隣の強国の脅威に対抗することであった。ポーランド発の政党とみなされているが、公式な政党組織が存在したわけではない。彼らは同時期に発生したフランス革命に触発され、オランダの愛国派に権威を表して同じ名を名乗った。一時は5月3日憲法の成立など大きな成果を収めたが、1792年の ポーランドロシア戦争でロシアとタルゴビツァ連盟の連合軍に敗れ解散、彼らの改革は水砲に返した。愛国派の指導者たちは1794年のコシチュシコの放棄で最後の抵抗を試みたが、これも失敗に終わり、1795年の第三次ポーランド分割で国家が消滅した後は、多くが他国へ亡命した。ポーランドにおける改革運動の交流の背景には、 18世紀、ポーランドリトアニア共和国の急速な衰退があった。ほんの1世紀前までのポーランドは、ロシアを除いて、ヨーロッパ大陸最大の半島を誇る、有力国家であった。17世紀前半までに、この国では、マグナウトが政務を通じて国王に勝る権力を手にし、自身の特権を脅かしうるとみなした、改革案を全て握りつぶしてきた。この構造を、 決定的なものにしたのが、17世紀のばに成立した自由拒否権である。これは、その政務内で成立した法を、政務の議員なら誰でも無効化することができるというものだった。マグナートラは、黄金の自由を守ろうとしたり、また諸外国に買収されたりして、自由拒否権を乱用し、改革の目を潰し続けた。これにより、ポーランドの政府機能は一世紀にわたり麻痺した。 状態が続いていた。国家が事実上崩壊した様は、ポーランド無政府状態と呼ばれた。スタニスワフ2世、アウグストの時代、ポーランドに啓蒙思想が流入し、開花した。これに乗じて、スタニスワフ2世は、財務省や、軍務省を創設したり、関税を設定したりと慎重に改革をし進めた。しかし、こうしたポーランド王と、中央政府の兄弟化は、 国内のマグナートのみならず、諸外国にとっても大きな脅威となった。スタニスワフ2世は、進歩的なマグナートのチャルトリス機器の後押しを受けて、さらなる改革を推し進めた。1772年、ロシア、プロイセン、ハプスブルク帝国によるポーランド分割が始まった。この事態に多くのポーランド人は、改革を成功させなければ、ポーランドは、 地上から消滅してしまうという危機意識を持つようになった。第一次分割が起きる前においても、バール連盟のミハウ・ビエル・ホールスキが、フランスのフィロソーフであるガブリエル・ボノド・マブリーや、ジャン・ジャックル・ソーラに手紙を送り、ポーランドの新憲法制定に関する助言を求めている。マブリーは七百七十年から百七十一年にかけて、ポーランドの政府と法に関する見解を、 ルック・ウェル・ナマンイで、ロイス・テラ・パロニアにまとめ、ルソも1772年に、ポーランド統治論を書いたが、この時すでにポーランドの分割は始まっていた。1788年10月6日に始まった4年政務では、進歩的な議員たち、すなわち愛国派が、主導権を握った。この時、プロイセンは、フランスとロシア・ハプスブルク帝国は、オスマン帝国と戦争中で、 さらに、これらの国は国内にも火種を抱えており、ポーランド情勢に介入する余力を持っていなかった。さらに1790年、ポーランドはプロイセンと不可侵同盟を結び、最大の敵ロシアへの備えは万全と思われた。4年生夢中、ポーランドを改革して、ロシアの支配から脱却しようと図る人々により、愛国派が形成された。彼らの目的は、 抜本的な改革法をを作り政務を通過させることだった具体的には、マグナートとロシアが力を握っている常設評議会を廃止し、ポーランド軍を再拡張することを目指した。組織的には、彼らはほぼ同時進行していたフランス革命における革命政府を手本としていた。愛国派は、ポーランド・リトアニアのあらゆる階層から支持を受けた。 マグナートの中にも支持者がいたし、政界でもカトリック啓蒙主義を掲げるエスコラピオス修道会が愛国派の急進的左派を応援していた。一口に愛国派といっても内側には様々な方向性を持った派閥が存在していた。イグナツ・ポトツキ、スタニスワフ・コストカ・ポトツキ、アダム・カジミエ・シュチャルトリスキラ・シンポ派マグナートからなる愛国派右派は プロイセントの同盟を主張して、スタニスワフ二世と対立した。一方で、スタニスワフマワホフスキラ中道派は、スタニスワフ二世との連携を重んじた。そしてフーゴ高温帯率いる政治クラブ、高温帯の火事場から発展した、愛国派の急進左派は、首都ワルシャワ市民の支持を当てにしていた。高のは改革運動の中でも特に、著名で活発な勢力で、 政治的な先導者とすら評された。彼らはフーゴ、風語高温帯の表した政治法をもとに新憲法の制定を主張し、四年政務の流れを憲法制定へと向かわせることになった。1790年、愛国派はついに王の後ろ盾を得た。スタニスワフ二世自身が改革派に参加したのである。これによって改革派は四年政務の中で行政改革、 常設評議会の廃止、ポーランド軍の10万人規模への拡大、教会や貴族への所得課税といった改革を次々と成立させていくことができた。そして1791年、愛国派の最大の功績である5月3日憲法が成立した。これは自由拒否権を廃止して、議会を正常化するとともに、世襲王政を復活させて、王の権力を強めようとするものだった。 この憲法は最初期の近代憲法の一つであると、共にフランスに続いて、啓蒙思想を一般の人々の間にまで浸透させようとする、試みだった。憲法成立後、愛国派は政府憲法の共協会を組織し、これまでに成立した改革を誇示すると共に、経済へも改革を広げていこうとした。この協会は愛国派と共に、 ポーランド最初の政党と呼ばれることがある。1791年から1792年にかけて、ナロドバオプサ新聞が愛国派を支援し、非公式ながらその広報誌のような役割を果たした、スタニスワフ・シュチェンスヌ・イ歩ポト付き、フランチシェイク・クサベリ・ブラニ付き、セベル・イン・ジャブスキラ・ハン・改革派は、いわゆるヘトマン派を形成していた。彼らはついで黄金の自由と、 数期強法を守るため、タルゴビツァ連盟を結成し、ロシアに支援を求めた。ロシアのエカチェリーナ2世も、5月3日憲法が、ポーランドを必要以上に強大化させてしまうだけでなく、ロシア国内に悪影響を及ぼして、絶対王政を揺るがしかねないと危惧していたため、直ちにタルゴビツァ連盟を認めた。1792年、タルゴビツァ連盟、ロシア軍はポーランドに侵攻し、 スタニスワフ二世と改革派を破った。この後のグロドの政務で5月3日憲法は廃止され、ポーランド国家も第二次分割を受けて滅亡の瀬戸際に立たされた。フーゴ・コ高音隊、イグナチポトツキ、スタニスワフマワホフスキラ改革派の中心人物は国外へ亡命し、反撃の機会を伺った。そして1794年、彼らは、 タデウシュコシチュシコを中心として、コシチュシコの放棄を起こし、ロシアへの最後の抵抗を試みた。この放棄が失敗したことで、1795年に第三次ポーランド分割が行われ、ポーランド・リトアニア共和国は消滅した。ここに、改革派によるポーランド復活の試みは、完全に無に返した。ありがとうございます。